どうも、野球スキルコーチタクトです。いつもご視聴ありがとうございます。日曜日はタクト TV ラジオということで、今日も音声で発信していきたいと思います。今日のテーマは指導者が選手を不幸にする、ちょっと重いテーマですけれども、先日レッスン生がね、チーム練習のところで、まあレッスンしていく中で、あとは自分で練習していく中で、バッティングにすごく手応えを感じてきて、成長真っ只中だなって思いながら、練習していたところで、チームの指導者にそんな大振りはするなって怒られて、まあそれで、まあ少しこう心が折れてしまったっていうレッスン生がね、いて、まあこれをきっかけにチームを辞めようと思っているっていう話で、もうこれ本当にね、もうこういう問題って多分聞いている方の身の回りでもある話だと思うんですけれども、これは本当に真剣に問題視していかなきゃいけないなっていうふうにね、思います。彼の場合まだ救いだったのは、将来ね、中学とか高校で野球をやっていく前提というか、その意思はね、すごくまだ強くあるので、野球に対する熱意は残ったままで。ただそれに向けてやっていくときに、小学校の野球チームやめていいんじゃないかなっていうふうに考えているっていうことで、今後はね、引き続きレッスンとか続けていけると思ってはいます。だから野球をやめるっていう形ではないから、まだいいかなって思うんですが、まあそのチーム指導者とうまくいかなくて、もう野球そのものをやめてしまうっていう選手もね、少なくないですよね。で、この選手を不幸にする指導者っていうのは一体何なんだろうって、本当にこれを悩ましく思うわけなんですけれども、その中でも今日はスキルの強要、こういうバッティングしろっていう風に指導者が選手にこう強要強制する、そういう形の、まあ、指導方法についてね、まあ、こう考えていきたいなと思うんですけれども、まあ、これって選手にとってはものすごくそういう指導者に当たるっていうのは不幸なことなんです。で、前提として言っておくと、まあ、僕たくさんこうやって動画アップさせていただいていたり、情報を公開させていただいてますが、あれはね、こういうバッティングフォームで打ちましょうっていう見方をしてほしいのではなくて、こういう練習をしましょう、ここに留めておくっていうことですね。これはレッスンでもスキルコーチとして活動していく上でとても大切にしていて、バッティングフォームが変わるかどうかっていうのはそんなに大きな問題ではなくて、まずはドリルを繰り返す、ここがとても大切で、その練習の中であとは選手自身が何かを掴んで、実際の自分のバッティングフォームにつなげていくっていう、この選手自身が自分自身のバッティングフォームの感覚に落とし込んでいくっていうところは選手自身に頑張ってもらう、そういう考えなんです。なので、もしかするとね、動画を見ながら、まあ、こうやってバッティングフォーム肩にはめられてとかっていう風に思う人もいるかもしれないんですが、まあ、根本的な目的はそこではないっていう前提を、まあ、スキルコーチとしては持っています。なので、特にそのスキルに対しての強要がある指導者っていうのは、僕はね、すごく残念だなって思うんですよ。選手が求めていない、教えてほしいと思っていないところに教える、または自分がこれがいいと思っているところに強制的に違うことをやらせるっていうのは、もうこれお腹いっぱいの人に俺はラーメン屋さんだからラーメン食えって出してるのと一緒で、美容室に行ってちょっと前髪だけ切ってくださいって言ってるのに、いやショート絶対似合うよショートカットって言って勝手にショートカットさせられるとか、もうそういうのと一緒。それぐらい望んでいないことをこの大人のね、指導者がするっていうのは罪深いことだなって思ってるんですよ。だから僕自身も気をつけてる。嫌ですよね。自分の親でさえ髪の毛こう、例えばちょっと切ってもらうのを親に小さい時頼んで、で、勝手にヘアスタイル変えられたら、すっごいショックですよね。うん、そういうことを指導者がしてしまうと、やっぱり選手は傷つくし、野球に対するモチベーションも下がる。野球という中で、野球指導というものが、まあ一つのサービス業だとするのであれば、指導者がやるべきことは、野球をやりに来た子たちをうまくさせることと楽しませること。この二つだと思うんです。その根本的な、まあ、欲求っていうのは、選手自身にあるべきものですね。うまくなりたいと思っていて、でもただ、選手だけではなかなかその考え方とかっていうのが、深まっていかないので、そこにコーチが一緒になって考えていって、どうやったら上手くなるだろうね。練習方法とか、普段の取り組み方とか、一緒に考えていく。一緒に作っていく。それから試合とか様々な経験を通して、ああ、楽しかったって思ってもらう。もうここに限ると思う。プロになっていくと、またさらに変わっていく部分ってたくさんあると思うんですが、基本的には上手くなるということと、楽しいという感覚を持ち続けるというところですね。で、時にはね、チーム指導している中で、やっぱり、
まあ、言葉あれかもしれないですけど、締めなきゃいけないところっていうのも必ず出てくるとは思うんです。これは全体の満足度につながるから、どこかで自分勝手にしかプレーできない選手に対してもう少し考えを改めさせる、まあ、そういう、コーチとしてのアプローチっていうのも必ず必要にはなってくると思うんです。その気持ちもすごくわかる。もしかするとその観点の一つにスキルっていうものが入ってきちゃって、例えば一人だけね、大振りでバット振り回していたらチームに悪循環が生まれるから強制してしまうっていうことももしかしたらあると思うんですが、ぜひそういう時はね、まあ、一つのサービス業として見た時に、自分はどうやってこの人にラーメンを食べてもらおうみたいなね、そういうちょっとこう考え方、見方を持てると、その選手へのアプローチの仕方ももしかしたら変わってくるんじゃないかななんて思いますね。無理やり麺つまんで口の中に突っ込む、そういう指導方法ではなくて、お腹すくまで待ってみるとか、一緒に運動して、それから、ラーメン食べれるかどうか見てみるとか、お腹いっぱいでもちょっと食べやすい味に変えてみて、で提供するとか、まあ、そういう形、もうちょっと例えすぎますけど、そういう風にして提供していく、なんかそういう見方で選手をね、まあ見てほしいな。甘やかすのとは違うと思うけど、選手自身も考えてることがあると、またはその時その時のね、お腹の空き具合もあるというところをちゃんと理解した上でアプローチをかける。ぜひね、選手を不幸にすることなく、次の段階次の段階にいい形で送り出せる指導者がたくさん増えてほしいなと思っています。最近は、インスタグラムの方でライブ配信なんかも普段させていただいています。リアルタイムでのね、交流も、皆さんとできればと思っています。ぜひインスタの方もフォローいただければと思います。ということで、今日のテーマは、指導者が選手を不幸にする、僕たち野球の指導者側がサービスを充実させられるように頑張っていきましょう、ということで、ご視聴ありがとうございました。どうも、タクトです。この度タクト TV ではメンバーシップを始めました。有料になるんですが、こちらでメンバー限定で閲覧できる動画、テキスト、それからオンラインの交流会、僕がオフラインでやっている講習会のオンラインチケット、それからアーカイブ、ここら辺が特典としてあります。メンバー限定の動画では様々なゲストを呼んでの対談とか、いつもの一般公開の動画よりもさらに踏み込んだ実践的な内容の動画をお届けします。チャンネル内で見られるコミュニティのページでは、僕の近況報告だったり、野球について思うことのあれこれをメンバーとシェアしたり、動画の詳しい解説を読みやすいようにテキストでお届けしています。メンバーになりたいと思った方はレベルって呼ばれる月額のコースが2つありますので、こちら間違いないようにお選びいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。